アニソン、ゲームソングの最新情報をお届けするプログラム、明治 Release Information、VJ のクラッカートです。今月は急遽予定を変更しまして、久々にお届けします。スタッフリクエスト大会。ご紹介したくてたまらない勢いのスタッフ、一押しの明治ナンバーで元気に参りましょう。それでは、So let's get started! 涙よりも優しい歌を、悲しみよりそのぬくもりを。松澤由美アニソンカバーアルバム、5月27日発売。さあ、今回は明治リリースインフォメーションのスタッフが新曲はもちろんのこと、今までお送りしてきた曲の中から特におすすめする楽曲をお届けしていきます。女性スタッフは中地さん、男性スタッフはロイムーさん、そして僭越ながら私クラッカーターの推し曲もご紹介。明治リリースインフォメーションスタッフリクエスト。明治リリースインフォメーションスタッフリクエスト、トップバッターは私クラッカーター行かせてください。まずは鈴木好美、真理の鏡、剣のように。鈴木好美さんの歌のうまさが引き立つ、もう代表曲の一つと言っていいでしょう。それにしてもミュージックビデオの中のスーパーヒーロー感が半端ないです。かっちょいい。推しの2曲目は朝か The Sun Shower。 ヘアキャンの雰囲気そのままの癒しボイスを新発見。佐々木恵里作詞作曲のオーガニックサウンドを朝かが表現するという贅沢さ、何度もリピートしてしまう1曲です。明治リリースインフォメーションスタッフリクエスト、クラーク推し3曲目は佐々木理子、 Play the World。 ミュージックビデオで私憧れの赤のギブソン SG を抱えた佐々木理子さんの最新曲、疾走感と切なさを合わせ持った心地いい楽曲です。作曲は明治東京連歌映画版主題歌川垂れの空にギターで参加している斉藤大さん。さあ、 CM の後は女性スタッフ中地さん、そして男性スタッフロイムーさんのリクエストにお答えします。キャンのブルーレイ &DVD が発売決定。いろいろな特典がつきます。新作アニメーションも収録、超おすすめです。5月27日発売。フリュー。
今回の明治リリースインフォメーションはスタッフリクエストをお送りしています。続いてはいつも頑張る女性スタッフ、ロックンロールオフェンダーズな中地さんから3曲ピックアップしていただきました。まずは朝霞エデルワイス。当時高校生の朝霞ちゃんの歌声が大人びていてドキッとしました。伸びのある歌声と抜群の歌唱力と本場仕込みのイントネーション、エデルワイスが気持ちいい。昨年のバースデーライブで聴いた時には鳥肌が止まりませんでした。そうなんです、バースデーライブイブ、ブルーレイで絶賛発売中。中地さんピックアップ、2曲目は萌野あずきバイバイチョコレイツ。キラキラしていて可愛くて楽しい、私がイメージするアイドルが表現されている曲です。ブンブンのフレーズやバイバイチョコレイツとウインクする萌えあずにキュンキュン。実はカラオケにチャレンジしたいと思っています。中地さんのバイバイチョコレイツ聞いてみたいかも。中地さんピックアップ、ラストはズバイライア。私の中でズバイといえばこの曲。拡張プリスのようなノリのいいパワーあふれる楽曲も好きですが、ズバイのバラードは絶品です。空間時間を超えて一気に世界が広がります。聴き終わる頃には体が軽くなるリラックスソング。私もこの歌大好きです。特にあのメグさんのベースソロ泣けます。最後はいつも食べ過ぎ男性スタッフ、ロイムーさんからのオーダーをお送りしましょう。この曲は本当超好き。メンバーがアイデアを出したこの PV も本気で最高。柔らか素直でポジティブなワードもすごくいい感じ。 B メロからサビが本当完璧。こういう幸せな気持ちは他の音楽じゃ出せねえだろマジで。ロイムーさんおっしゃる通りです。松澤由美さんのお声と歌がとても好きです。ニューアルバムのアニソンカバー集に収録された唯一の新曲がこの曲。ハードで沈殿するような深いサウンドに包まれて、囁くように、そして高らかに伸びやかに聴く人の感情に語りかけます。松澤さん、またリリースインフォメーションゲストにお招きしたいと思います。ぜひお越しください。お待ちしてます。差し出した手のひらにこぼれ落ちた。お送りしてきましたメイジスリリースインフォメーション、いかがだったでしょうか。スタッフリクエスト大会、私たちが一押しの楽曲、
皆さんもおそらく好きでいてくれると思います。さて今月のエンディングテーマもズバイのあゆむさん。 YouTube 限定歌ってみたカバーからシュタインズゲートゼロ挿入歌の星の奏でる歌をお送りしています。相変わらずかっこよくてずるい声、あゆむさんにはですね、今世界中のアーティストが音楽ファンと思いをシェアしているリビングルームコンサート、これをぜひアコースティックでライブ配信していただきたい。さあ皆さん、今のこの時期、強い気持ちを持って思いやりのある心で過ごしていきましょう。ということでお送りしてきました、メイジスリリースインフォメーション。絶対にまたお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.